こんにちは、ポロロです。マイホームヒーロー第5話を視聴しました。今回は季節2人の父親が対面することになりました。娘の彼氏を殺した父親トス鉄夫、殺された彼氏の父親マトリ信達、絶対に出会ってはいけない2人が先を組み交わすという片時も目を離せない展開でした。マトリ吉田さんを演じる吉田栄作さん、天宝通りの怪談時で演じた赤木役がめちゃめちゃハマってたんですよね。本作で初めて彼の演技を見るという視聴者の方もおられるのではないでしょうか。この話から本格的にストーリーに絡んできましたが、いやー、肺炎が板についてました。かすれた震え声と香りにかかる挑発が最高にキモかった。一見二人の出会いは偶然に見えます。ご都合主義という声もありますが、僕は違うと思うんです。偶然ではなく運命だったのではないかと。二人の父親は家族を愛しているという共通点はあるのに絶対に分かり合うことができません。まるで神様がこの業には必ず決着をつけなければならないと囁いているようです。どのような結末を迎えるのでしょうか。このチャンネルでは放送中のドラマの感想や考察、ストーリーの振り返りを行っています。コンクールのドラマではフェルマーの料理、マイホームヒーローの2作を取り上げています。ドラママイホームヒーローの原作、放送情報や配信見どころについてはこちらの動画で紹介しています。概要欄にも情報を載せておきますので、ぜひチェックしてみてください。フェルマーの料理はタイトルから想像できないほどに考察がはかどるドラマとなっています。当チャンネルの動画ならここまでの4話を全部おさらいできるので、今からでも追いつけます。毎週衝撃の真実が明るみに出ている本ドラマ、こちらも一緒に楽しみませんか。それではマイホームヒーローの第5話を振り返っていきましょう。銃撃戦の末死を覚悟した鉄夫、その窮地を救ったのは相棒の京一のボス久保でした。生き延びることができた鉄夫と京一でしたが、まだまだ困難は続きます。なんといっても久保は犯罪組織の人間なのです。ヒーローではありません。ただで済むわけがありません。仕事をしていけと久保に脅され、連れてこられたのは山の中。車のヘッドライトに照らされた鉄夫は雨がっぽを着せられカメラを向けられています。カメラを持つ男の隣では別の男が鉄夫にカンペを向けています。トス鉄夫です。今から私が殺した死体を処分します。指示されるままカンペを読み上げるしかない鉄夫の手にはチェーンソーが握られています。鉄夫は今回の銃撃戦で犠牲になった死体の処理をさせられ、その上その行為を映像で記録されてしまったのです。こんな方法より煮込んだ方が確実なんですけどね。帰り血に染まりながら鉄夫は2度目の死体処理に励みました。事態はさらにまずい方向に転じました。今回は鉄夫が犯罪行為をしている記録が残ってしまったのです。組織に弱みを握られた鉄夫は組織の操り人形となるしかありません。久保は映像を眺めながら絞り尽くしてやるとご満悦な表情を浮かべました。組織の目的は鉄夫の妻河川の実家から金を巻き上げることです。当初は鉄夫の娘麗華に信人を近づけさせるという回りくどい手段を取っていましたが、今や信人不在でも計画を進められる準備が整ってしまいました。片隅では重傷を負い息も絶え絶えの京一がうめいていました。前回鉄夫に救われつい自分の過去を犯してしまった京一は何を思うのでしょうか。解放された鉄夫が家に戻ると、何も知らない麗華が少し遅めの誕生日プレゼントを用意していました。老後安泰と縫い付けられたお守りです。できれば老後ではなく今とぼやく鉄夫でしたが、娘からのプレゼントに奮起しないわけがありません。事態は悪化した。それでも彼には守るべき家族がいます。そのために人まで殺したのです。引くことなどできるはずありません。前回もう家族を巻き込めないと決意した鉄夫でしたが、背に腹は変えられません。力強い眼差しで協力を買って出た河川に起死回生のプランを伝えます。河川は学生時代の演劇仲間、田畑に協力してもらい、ある作戦を試みます。田畑を演じているのは原田龍二さん。この前の週にはドラマ相棒に出演されていました。3枚目の役がぴったりです。田畑は挨拶の後に、さすがに老けたねー、と余計な一言を添えます。こんなに空気の読めない男と一緒に過ごす学生時代、ゾッとします。河川は田畑に依頼をします。結婚式で流すビデオを撮りたいので、新郎役を演じてほしい。鉄夫のプランは、ノブトが生きているように見せかけるため、まるで彼が生きているような証拠のビデオを捏造するというものでした。なんで後ろ姿なのけ？と不満そうな田畑でしたが、顔が映ってしまっては元も困りません。河川に乗せられ、なんだかんだノリノリで撮影に応じる田畑でした。無事に撮影が終わり、ノブトとおぼしきチンピラ然とした人物が自転車に当たり散らす映像が撮れました。新郎のとんでもない過去です。別れ際、田畑は河川に問います。河川ちゃん、今幸せ？無駄に察しのいい田畑。河川は複雑な表情を浮かべるのでした。一方の鉄夫は前回響から入手した SNS のアカウントへのログインを試みていました。ノブトの裏アカウントです。ユーザー ID は分かっているのでパスワードさえあればログインができます。鉄夫は計画のためどうしてもログインしなければなりませんでした。しかし赤の他人のパスワードなど分かるはずもなく、セキュリティの前に屈します。その SNS はパスワードの再発行を提案してきます。秘密の質問、昔飼っていたペットの名前を入力すれば再発行の手続きが可能となります。鉄夫は名探偵になれるのでしょうか。
通はヒントを求め、ノブと行きつけのバーに行きます。響から教わったのでしょう。メニューを見ていると、隣に座っていた男がテーブルを指でコツコツと叩いていました。しかもその男、初対面のはずなのに、ねっとりと粘土の濃い眼差しで見つめてきます。男は、どうもーと声をかけてきました。まさか声をかけてくるとは、たじろぐ鉄夫に無遠慮な視線が注がれ続けます。鉄夫がどこかで会ったことがあるのかを聞くと、帽子と一言、お酒を飲むのにどうして帽子をかぶってるのというのです。鉄夫が頭を怪我しているからだと帽子を取ってみせます。男はへーと興味なさげにつぶやきました。その後も得体の知れない男との会話が続きます。会話の流れで職業を問うと、気味の悪い表情を浮かべて沈黙します。全く噛み合いません。しかし自身が営業職であることを打ち明けると、自分もそのような仕事と教えてくれます。鉄夫は全く気づいていませんが、この男はマトリ吉達、鉄夫が殺したマトリノブトの父です。彼の仕事は詐欺師なので、確かにターゲットに営業を仕掛けています。言い得てみよう。奇妙な隣人のことはさておき、本来の目的である情報収集のためバーテンダーにノブトの写真を見せようとした鉄夫ですが、吉達はそこで不意に、子供いる?と尋ねてきました。共通点がある鉄夫に興味が湧いたようです。写真はポケットにしまい込まれました。ここで写真が見られていたら大事になっていたに違いありません。鉄夫が応対すると、吉達は大きくなっても親にとっては小さい子供のままなんだよねと語ります。そして鉄夫が同意して話しているのを遮り、もしもさ、子供が誰かに怪我させられたりひどい目に遭ってたらどうする?と質問します。鉄夫が、それはもちろん相手方に謝罪をと答えている途中で、吉達は、殺すだろうねと自分の考えを述べました。そこには一片の悪意も躊躇もありませんでした。家族もろとも皆殺しにと続けた彼の言葉、ゾッとしますが、自分もノブトを殺したのです。しかし同意などできるはずはありません。現実に起きた出来事を頭の隅に追いやり、社会的にどうかと口にします。しかし男は、割り切れるかなぁと鉄夫の意見に異を唱えます。続けざまに息子に会いたいなぁと涙し、息子への思いを語り出しました。息子が乱暴な幼少期を過ごしたこと、キャップというペットを与えられて落ち着いたこと、しかし中学生になって不良への道を歩み始めたこと、母親に見放されたこと、自分だけでも愛情を注ぎたいこと。鉄夫は息子が信人であることなど知る由もありませんが、吉達の息子への愛情の強さと恐ろしさ、その異常性をまざまざと感じ取っていました。それでも同じぐらいの年頃の子供を持つ親同士、分かり合えた部分もありました。鉄夫と吉達、偶然にも年齢も同じ47歳だったことも判明し、この出会いに乾杯をします。一気に飲み終えた吉達は疲労感をにじませながら、今日は行方不明になった息子の行きつけの店に息子を探しに来たと語ります。それを聞いた鉄夫は感づいてしまいました。せっかくだからお名前をお伺いしても。吉達は即座に、山内と申しますと言い、聞き返された鉄夫は、田畑ですととっさに学生時代の友人の名を出しました。二人とも偽名、分かり合えたように思えた二人ですが、しかしどちらも道を踏み外しているのです。その言葉を最後に、それ以上は何も語ることなく、吉達はバーを後にしました。店を出た吉達は、人が変わったかのように声のトーンを変え独り言します。視線のブレ、上ずった声、一瞬の間、おそらく偽名だろうね、あの顔覚えていよう。対して鉄夫は当初の目的を遂行します。バーテンダーにノブトの写真を見せて、心当たりがないか尋ねます。バーテンダーは驚きながら、今のお客様もこの人探してましたよと告げました。確信に緊張が走ります。今の男、ノブトの父親だ。これを運命と言わずして何と形容しましょう。鉄夫はスマホを手に取ります。そして秘密の質問に答えます。昔飼っていたペットの名前、それはキャップであると。鉄夫の前にあえなく屈した SNS は禁断の扉を開きます。帰宅した鉄夫は河川にノブトの父と思いがけず出会ってしまったことを話します。そして彼の言葉の一つ一つをつぶさに思い起こします。もし子供が誰かに怪我させられたりひどい目に遭わされたらどうするのか。彼はよどみない眼で強い意志を持って、絶対に許さないと確かに言ったのです。殺したろうね、家族もろとも皆殺しに。あの男にも家族はあった。鉄夫はその事実を反芻します。ショックを受ける夫に、河川は今日田畑に問われた幸せについて語ります。幸せかどうかなんてどうでもいい、家族が一緒にいられればそれでいい。河川の言葉に鉄夫は涙を流しました。家族への思いを強めた鉄夫、迷いを断ち切りスマホを手に取りました。翌日、鉄夫は教室と合流しました。この日もノブトの捜索です。絶対絶命の危機を力を合わせて乗り切った二人ですが、教一の鉄夫に対する態度は変わっていません。ほどなくして教一に電話がかかっています。それはノブトが見つかったという驚愕の知らせでした。確認すると、 SNS 上で自転車に当たり散らす金髪の男の動画が拡散されています。迷惑な人物として晒されているのです。なんとコメント欄では、ノブトとおぼしきアカウントが今すぐ消せ
怒りを爆発させています。しかし恭一はすぐに指摘します。それ本当に野口さんですか？さすが勘が鋭い。組織はもっと恭一さんを大切にした方がいいです。その一方で吉達はこの情報に狂ったように興奮していました。鉄夫は白々しくも、信人さん見つかったんですか？と尋ねます。しかし恭一は信人本人を見つけるまでは断定しないと鉄夫の解放を拒絶しました。組織の拠点に向かった2人、そこでは大掛かりな捜査が行われていました。専門家にも調査を依頼し、そしてそれはあっさりと結果が出ます。ほぼ偽物だそうだ。動画をでっち上げた奴がいる。そしてそいつが信人の失踪に関わっている。当然の結論にいる昔も構成員の中で一人鉄夫は表情をこわばらせていました。そしてそんな鉄夫に恭一は鋭い視線を送っていました。というわけでマイホームヒーローの第5話でした。今回は吉達の狂気がこれでもかというくらい伝わってきた回でした。 SNS 上でも原作のキャラクターがそのまま出てきたようだと大変評判になっております。吉達は組織の人間ではなく協力者という立ち位置です。約束の金曜日までに信人が見つからなければこの同盟は破棄されることとなります。吉達は詐欺師としてもとても有能なので、彼を失うのは組織にとっても大きな痛で、何としても信人を見つけなければなりません。鉄夫は組織から逃れるために行動していますが、これからはその他に吉達の動きにも気を配らなければなりません。鉄夫はどんどん追い詰められていきますが、吉達という第三勢力の出現によって物語はより深みを増し、先の展開が予想できなくなっていきます。恭一は銃撃戦で鉄夫に少しだけ本当の自分を見せましたが、今回はそんなことなかったのように振る舞っています。しかし鉄夫が彼の命を救ったのは事実。これがこの後の物語でどう関わっていくのか、恭一の感情の機微にも注目です。来週も楽しみです。ドラママイホームヒーローはディズニープラスで配信中です。先が気になる方はアニメで見るのもおすすめです。特に月額が安い Amazon プライムビデオで配信されているのが嬉しいですね。ここまでお楽しみいただけたでしょうか？ぜひ評価していただくと嬉しいです。 X でも活動しています。映画やドラマに関するポストを行っています。仲良くしていただけると嬉しいです。それではまた次回お会いできますように。バイバイ。